皆さんこんにちは。今回言及させていただきたいのは、番組をご視聴いただいている方から質問いただきましたが、それに対してのご回答をさせていただきます。まず2点なんですね。今回は一緒にちょっと発表させていただきたいとさせていただきたいんですけど、以前見たいくつかの動画でアキレさん身体鍛えて体鍛えているように見えたのですが、旅行中はエクササイズなのでどうやって運動不足を解消しますかということです。これが1点目ということで、運動不足を海外で、逆に日本での方がね、事務的作業が多いんで、運動不足になっちゃってるんですけども、たまにジムは行きますけどね。海外に行くと、海外でどのように運動不足解消という言ってますけどね、実際例えばその重たいバックパックを背負ってます。18キロはします。これは同じ機材も積んでるので、そのバックパックを背負って2ヶ月3ヶ月とこう回る、4ヶ月回るじゃないですか。その中でやっぱり毎日のようにこう歩いてるわけです。もちろんその都市間を移動し、都市に移動したらその宿に荷物を置いて、小さいバッグ、それでもね、そのあれバッグで大体機材で5キロぐらいあるわけで、三脚とかカメラとかね、ビデオカメラあるんで、そのバッグを背負って毎日平均で5キロから10キロ歩いてるので、運動不足にはなりません。日本にいるときはどちらかというと事務作業が多いので、メディアからの執筆したりとか意見協力とかね、あとは写真を提供したりとか、まあ、YouTube の動画を、ね、編集したりもしてるので、どうしてもやっぱりこのパソコンに ついてること多いんですけど、疲れちゃいますよ。だから逆に言うとこの辺り肩凝ったりとか目が疲れたりとかもうしちゃって大変ですけどね。本当は運動をしないといけないんです。だからたまには運動ジムで行ってますけどね、だから、いわゆる海外行ってる時っていうのは、まあ常に歩き回って撮影してるので、逆に言うと運動不足ではないわけです。なのでまあこれは他の人も同じだと思うんです。例えばどこかで世界が行っていろいろ回ってる人たちもね、同じようなことだと思うので、逆に海外に行くと運動不足が解消されるわけです。はい。で、もう一点、質問なんですけど、アキラさん教えてください。アイビアに泊まった時に全ての荷物を持って出かけるべきですか、それともスケートに貼り付けて、出かける感じが良いですか、場所にもよるでしょうが、裏技等ありましたら教えてくださいということです。これは、まあ、アイビアっていうのはよく私は泊まります。これはホステルとかバックパッカーとかゲストハウスと言われている類です。共同部屋の宿ということで、まあこのチャンネルでも何個もね、何十個も多分ね、国内外の、共同部屋の宿を見せてると思うんですけど、この間沖縄のやつも見せたと思うんですけど、いわゆるそういったところで、じゃあどうやって荷物管理をすればいいかということです。基本的にはあの荷物を置く、貴重品を置くロッカーが付いてるわけです。ロッカーに入れとけばいいんです。ロッカーが付いてないところも、まあ最近でもまだあるのかな、かなり最近は減ってると思うんだけど、そういうとこもあるかもしれないんだけど、そう、基本的にはロッカーがあるので、ロッカーの中に貴重品を置いて自分の南京錠をこう付けとけば大丈夫です。基本はね。で、ただロッカーがないところもなきにしもあらず、もしくは、寝台や高齢者なんかでどっか行きますよね。その時のことも考えて、言わさせていただくと、まずは、まあ、バックパック持っていくじゃないですか。それっていうのは基本的には自分が、例えば貴重品に関してはもちろんロッカーに入れとくんですけど、他のやつはまああんま盗まれてどうでもいいかなって、服とかああいうのは基本盗まないですから、そこら辺に置いときますよ。で、どうしてもじゃあバックパックが盗まれるとか、まあ、ないと思うんだけど、盗まれたくないのであれば鎖をしておくべきです。あの動かないね、どっかベッドのところとかあるじゃないですか。ベッドっていうか、そのもう下に固定されてるとかね、何か固定されてるもののところに鎖を持って、チェーンを持ってって、チェーンでつけとくといいかなって感じはします。で、それは例えば寝台や高齢者で移動する際なんかも同じです。それは私もよくやります。チェーンをねつけとくんで、貴重品に関しては寝台や高齢者で移動するときには、貴重品に関しては自分のもう一つのバッグ、小さいバッグに入れて南京錠をつけて、こうやって感じで寝る感じですね。その こういう感じ、こっちに置いてね。で、そういう感じでやってるわけですけど、なので、まあ、貴重品の管理としてはそういう感じです。だから、もしロッカーがないような宿であれば、同じような形で、どうでしょう、貴重品の入ってるバッグと貴重品が入ってないバッグで大きなやつと分けとくべきだと思うんです。で、バックパックの一応鎖をつけたりとか、で、どうしてもそういうところだったら貴重品を持って出るっていうのはやっぱりいいですね。貴重品をそこ置いとくとね、やっぱり盗まれてしまうことがあるので、貴重品持って出る。ただ治安が悪いところだったら、これはこれでまた問題で、そのひったくられたりとか強盗に遭ってしまうってことあるので、外に持っていくっていうのはまた危険なところは危険かもしれないんですけどね。でも最近では基本的にはですね、ロッカーっていうのは付いてるものです。今までここ何年間もずっと言ってますけど、ロッカーが付いてなかったようなところはほとんどなかった感じはします。中にはありましたけどね、確かに。
だからロッカーを活用する、もし本当に心配であれば宿にメールなり電話してロッカーあるかないかっていうのを聞いてですね、ロッカーがないとかやめたりするといいかなって感じですね。基本的にはアゴダとかブッキングドットコムとかの評価が高いようなところっていうのは基本的にはロッカーがついてるわけです。海外だと特にね、国内だとついてないこともある。国内だとついてなかったとか結構あったな、うん、そうです、そう、国内だったらついてないとこ結構あったんですよ、ロッカーが、うん、思い出した。だけど海外だと基本はついてるので、まあそこを利用すればいいかなって感じはします。で、先ほど言ったもしロッカーがない場合は貴重品以外は持っていくしかないかなって感じはします。まあもしフロントで扱ってくれるようであれば扱ってもらえばいいし、一応このなんだ、鍵をつけておいてね、うん、そういう感じです。まあまた何かね、質問がありましたらこのように回答させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。